ブロック効いています。花の見事なスクリーンだ。花の踏み合い2ポイントですね。じゃあ対してこのアイリスとしてはどういった戦いをしていくでしょうか。そうですね、このね5分切ったあたりがすごくね勝敗を分けるポイントになってくるので。きたー花の、ヤスレ花の踏み焼きの2ですね、はい、カウントですね。そしてファールがある、ね、そして点差は9対5で4点リードは来ましたね。結構このファールも警戒しないといけないところですね。はい、外から打ってきた、この花野が決めた。ディープ2ですね、かなり深いと高さで勝る水上タウン。そして花野が外から打ってきた、決まった。2ポイントは8対6、2点リード。小寺ボートバを奪った。さあ高さのあるクリス、外の花野が2ポイント決めた。2本連続で決めてきましたね。そしてすかさず上位できますが、小寺入りますよ。また花野が決めた、決めた、決めた。乗ってます。ナンバースリー、花野文明。やっと水上タウンドッテグ勢初優勝ということで、今までで1回も優勝したことないので、まあ、まだラウンド1なんですけど、今後チームでもう1回優勝できるように、頑張りますので、また引き続き応援のほどよろしくお願いします。